コザック配列は、深刻生物のメッセンジャー RNA に出現する共通配列であり、主に翻訳の開始に関与している。ただし厳密な共通配列ではなく、不一致のあることも非常に多い。脊椎動物では、グクルコグと表され、中でも開始コドンの三塩基上流の R と、 開始コドンの次の G が重要な役割を果たすと考えられている。リボソームが翻訳を始めるためには、コザック配列が必要であり、リボソームによって認識された部位からタンパク質の翻訳が開始される。コザック配列は、リボソーム結合部位、つまりメッセンジャー RNA の5キャップや、内部リボソーム導入部位とは異なるので混同しないこと。 深刻生物の翻訳は、およそ以下のような手順を経て開始される。まずリボソームの小サブユニットが、翻訳開始因子やメチオニントゥルナなどと結合して、開始前複合体が形成される。一方、メッセンジャー RNA の5端にある、キャップ構造が、翻訳開始因子の一つである IF4E に、認識される。開始前複合体と IF4 複合体が、解合すると、 メッセンジャー RNA を読み取りながら5端から3端へと開始コドンを探す。メチオニントゥルナなどの働きで適切な開始コドンが見つかると翻訳開始因子群が乖りし代わりにリボソームの大サブユニットが小サブユニットと結合しそこから翻訳が始まる。したがって単純に考えれば メッセンジャー RNA のうち最も5端に近い、オーガストの三塩基から翻訳が開始するはずである。しかし実際には常に最も5端に近いオーガストが選ばれるわけではなく、よりイ下流のオーガストから翻訳が開始することもある。これは、単に、メチオニントゥルナが開始古道を認識しているだけではなく、他にも翻訳開始因子などが関与して、 翻訳開始部位を決めているためだと考えられる。コザック配列はおそらくその反映に違いないのだが、翻訳開始部位決定の詳しい仕組みは、まだ明らかになっていない。コザック配列は厳密でなく、不一致があっても翻訳を開始できる場合が多い。しかし哺乳類においては、最終的に合成される、タンパク質の量がコザック配列の一致。 不一致に影響されることが知られており、これをコザック配列の強さのように表現する。この強さは単に不一致の量で決まっているのではなく、塩基によって重要さに差がある。オーガストの酸塩基は実際の開始コドンであり、タンパク質の N 末端のメチオニンを高度しているため、必要不可欠である。 この A を起点として、5単足からマイナス3、マイナス2、マイナス1、プラス1、プラス2、プラス3のように V を数える。強い配列では、プラス 4E の G とマイナス 3E の A、または G が、両方とも存在している。妥当な配列ではどちらか一方のみが存在し、弱い配列では両方とも存在しない。 マイナス1位とマイナス2の CC は保存されていないが、コザック配列の強さに寄与している。またマイナス6位の G が翻訳開始に重要であることを示す証拠もある。こうしたコザック配列のタイプは遺伝子調節メカニズムの一つとして進化したのだろう。LMX1 ビットは弱いコザック配列を持つ遺伝子の一例である。 こうした部位から翻訳を開始する場合、リボソームが開始部位を認識するためにはさらに他の特徴がメッセンジャー RNA 配列に必要になる。人の全メッセンジャー RNA 中における開始コドン周辺の保存延期を示すシークエンスロゴ。ベータグロブリに電子の研究によればマイナス6位の G が C に変異することでこの遺伝子の血液学的な 表現型や生合成が損なわれる。これは、イタリア南東部の中間型サラセミアの家系から見出された変異で、小ざく配列に見つかった変異としては、最初のものである。もともと脊椎動物のデータ解析によって見つかった共通配列であるが、それ以外の生物でも類似の解析が行われ、広い範囲の深刻生物で同様の共通配列が見出されている。 いかにその例を挙げるが、中でもマイナス3位のプリニエンキは、非常に保存性が高い。ただし、共通配列への一致とタンパク質の量との相関は、哺乳類ほどはっきりした関係は見られない。質が工房を使った実験では、遺伝子によっては、タンパク質量が10倍以上も変化する場合もあったが、一貫した特徴とは呼べないようである。ありがとうございます。